クリス・アンダーソン・カリフォルニア大学バークレーコ、法科大学院でスピーチする、アンダーソン・クリス・アンダーソンは、サンディロボティクス社の CEO。2001年から2012年まで、アメリカ合衆国の技術雑誌のワイヤードの編集長を、約12年間務めた。同志の中で、ロングテールという概念を提唱し、後にその考えを発展させて著作、ロングテール、 売れない商品を宝の山に変える新戦略で発表した。現在、カリフォルニア州バークレーに妻と5人の子供と在住している。2001年、ワイヤード市に入る前、アンダーソンは新聞エコノミストで働きインターネットに関する記事を立ち上げた。アンダーソンは、ジョージ・ワシントン大学で物理学の学位を取り、ロス・アラモス国立研究所で研究をしていた。 また雑誌ネイチャーと雑誌サイエンスでも働いてた。ニューヨークタイムズのノンフィクションベストセラーリストに上がった著書ロングテールはもし販売店や流通経路が十分に大きければ需要が少ないあるいは販売量が少ない商品でもそれらをまとめ上げるとベストセラー商品や大ヒット商品に匹敵または量がする市場シェアを作り上げることが可能であると論じる。 2009年7月に発表された2冊目の著作、フリー、無料からお金を生み出す。新戦略は商品やサービスを消費者に無料で提供する価格モデルの可能性を検証した。アンダーソンはこの著作でウィキメディアから盗作したとの疑惑を引き起こした。この批判に対して彼と出版社の間でウィキメディアの内容が常に変化することから、 正確な引用方法について合意できなかったと反論している。また彼のブログで誤りの全責任を取ると表明し、デジタル版ではそれらは訂正されたとした。このような論争にもかかわらず、フリーの印刷版はニューヨークタイムズのベストセラーリストの12位でデビューした。一方、無料のデジタル版は30万近くダウンロードされ、本書の提唱するフリーミアムに、 信憑性を与えるものとなった。2007年、アンダーソンは、ドゥイ t y o セルフブログ、ギクダドを設立した。県デンミドに交代するまで編集長を務めており、現在は名誉編集長である。ありがとうございます。